宮崎学習センターの第1学期に自然と環境の専門科目として身の回りのあっと驚く科学体験3を担当します宮崎大学の菅本です。私たちの身の回りは科学物質に満ちており知らず知らずのうちにいろいろな化学反応を利用して生活しています。例えば水。水は実に不思議な性質を持っています。 コップに水をゆっくり入れていくと、なかなかこぼれないですよね。なぜでしょうか。本講義では、楽しい科学実験を体験し、その原理を分かりやすく解説していきます。身近なものを使った実験ですので、ご家庭ですぐに実験が再現できます。学習した後に、お子さん、お孫さん、お友達と一緒に科学実験をしてみませんか。